北黄金貝塚遺跡、一北黄金貝塚北黄金貝塚の水以港北黄金貝塚は、北海道立市北小金町にある、縄文時代前期、中期の大規模な貝塚遺跡。北海道にある縄文貝塚の1、5の面積を占める巨大なものである。1987年12月25日に、国史跡に指定されている。発掘調査は、 敷地の一部しか行われていないが、全部で5カ所ある貝塚からは、ハマグリやカキ、ホタテなどの貝類をはじめ、マグロ、ヒラメなどの魚骨、オットセイ、クジラなどの怪獣の骨なども多数出土している。埋葬人骨など14基の墓や鹿の頭骨を配置した動物儀礼の跡も見つかっており、送り場であったことがわかっている。縦穴建物が復元されており、 また縄文人にとっての水源であった湧水もある。湧水点付近から歴史器が大量に見つかっているが、その多くは破損しており、石器の廃棄による祭祀場跡とみられる。その他の出土品として、世界最古の刀などがある。いわば本海塚は、アイヌとアジンの分岐点となった7000年前の史跡であり、当時の社会や人々の生活、文化などを知る上で、 大変貴重なものである。北黄金貝塚公園北黄金貝塚公園。現在、貝塚は北海道伊達市北小金町七十五に北黄金貝塚公園として保存されており、毎年八月には縄文土器の野焼きや生活の体験などができる縄文祭りが行われている。二千十九年七月、文化審議会世界文化遺産部会で北黄金貝塚を含む、 北海道、北東北の縄文遺跡群が、同年の世界文化遺産推薦候補となった。北黄金貝塚の発掘調査から判明した、縄文時代の植生を再現した縄文の森、JR 室蘭本線黄金駅から、道南バス、北黄金貝塚公園前、下車、徒歩約5分、道南バス北黄金貝塚公園前停留所。ありがとうございます。